というのが話の初めの3分の1で、だから最初にタイトルから始めませんでしたけども、この最初の3分の1のセクションは場の量子論の数学、場の量子論自体を数学と思って思ったらどういうことですかというお話のつもりです。で次は場の量子論はまだ自体はちゃんと定義されてないんだけど、その中でいろんな数学を使うのでそれについてお話ししたい。それをしばらく話した後、場の量子論から、数学を取り出すという話に進んでいきたいと思います。それで、はい、で場の量子論が数学的に不完全だって強調しましたけど、もちろん計算の途中にはですね既存の数学をいっぱい使います。で、まあ、私もいつの間にかこういう立場になりましたので、まあ、その学部の学生さんに場の量子論やりたいんですけど数学何を勉強しておけばよいですかって聞かれることが時々ある。で、これは非常に難しい質問でして、例えば素粒子論での場の量子論をやるなら当然その世の中特殊相対論がありますので、まあ、ローレンツ群っていう対称性を持ってまして、それの表現をいくつか勉強しておかないといけないし、まあ、あと場の量子論です、そのこの世って SU3 とか SU2 とかでできてますので、それとの理論とか標準的な表現のいくつかとか、まあ、どうしても使うわけだから、まあ、勉強しておいても損はないと思うんですけど、でもだからといって僕は数学の本を借りてきてそれをみっちり勉強するっていうのは場の量子論をやりたい人にはおすすめしません。なんでかっていうと、数学の本はどうしても詳しすぎてですね、あの我々が場の量子論を物理として場の量子論としてやってる人たちからするとあの強調点が違う気がするんですね。だから何か新しい、まだ自分が習ってない数学が必要になったらその時点でその分野を勉強した方がいいんじゃないかなと思うんですけども、でなかなかある研究者個人の経験を一般化することはできないんですけども、僕個人の経験では自分が研究している場の量子論の性質もありまして、常に何か新しい数学の分野を教科書開いて、まあ、不真面目に勉強している気がします。で例えば私が院生の終わりぐらいはなぜか知れませんが佐々木アインシュタイン多様体の理論というのを勉強しています。佐々木さんというのは名前から分かるように日本の数学者ですけれども、私は個人的には存じ上げませんが、あの東北大の教授でいらっしゃったそうですけれども、まあ奇数次元のシンプレクティック多様体みたいなやつで、そうやって説明して分かるかどうかは分からないけども、まああるで、じゃあ佐々木多様体ってどれぐらいなんかあるんだっていうと、まあ、標準的な教科書でこういう分厚いやつがありましてさ、あの ボアイヤーのガリッキっていうのがあって、まあ、こういう分厚い教科書があるので、まあ、これ頑張って勉強すると、でそれを自分の使う研究している場の量子論に使うというようなことをやってます。それがまあ一つの例ですよね。でそれからポスドクになったあたりに急にですねベキレー軌道の理論、ニルポーテントオービットの理論っていうのをやる羽目になりまして、仕方がなく、まあ、これも標準的な教科書の一つですけどこれ勉強することになりました。この図をこれまで見たことがある人は非常ごく少数だと思いますけども、これはなんかその E8 だと思いますけど E8 の中のスペシャルニルポテントオービットっていうやつがどうやって入れ込んだっていうか有名な、その分野では有名なやつですけど、ベキレー軌道って何かというと皆さんジョルダン標準形っていうのを習いますね。ジョルダン標準形っていうのをはその N かけ N 行列の中で行列与えられたらどうやって標準形にしますかっていう話なんですけど、その N かけ N 行列のなすものっていうのを自然に拡張したリーダイ数っていう概念がありまして、そういうリーダイ数の中で一般のリーダイ数の中でジョルダン標準形の拡張したようなもの、なんかそんなことやらない。でさらにここ数年はまたガラッとやることを変えまして、大数トポロジーとか特にコボロディズム群の話をやってます。これは別にコボロディズム群でに関して著名な教科書ではありませんが、あのたまたま僕の使う必要のあるコボロディズム群の話について非常に詳しかったので最近借りてきてひたすら読んでいた本であります。でその数学者の方から見ると佐々木アインシュタイン多様体の理論っていうのとベキレー軌道の理論っていうのとあのコボロディズム群の話っていうのはもう全然その数学の中では離れたものだと思うかもしれませんけれども、でもなんか知らないけど僕としては一つのモチベーションでいろんな場の量子論を調べているとどうしても必要になりました。だから仕方がなく勉強したんですけど、その
それを始めた数年前にそれが必要になるかと思うかって言われると絶対分からなかったと思います。でも今言ったような3つの数学を勉強してきたような場の両親にやってほとんどいないはずで、なんでかっていうと、たまたまそれらの数学は僕が調べたい場の両親の経緯を調べるのにたまたま必要だっただけで、だから別に全員場の両親が知ってるわけでもないし、知る必要があるわけでも全くない。だからこういうことってしばしば少なくとも僕がやっているような場の両親の研究でありまして、その場で勉強するしかないなと思うわけです。でまあ、それだけで次のセクションに進んでもいいんですけど、せっかくなので一番最近やっている話で、なんでコボリズム群とか出てくるのという話をいたします。でひたすら未定義語が出てきますが、まあ、分からない話を聞くのも醍醐味の一つだと思って聞いていただきますと最近物性理論ではですね、トポロジカル物性というのが熱いらしいです。そあの本もいっぱい出ています。でそこではシンメトリープロテクテッドトポロジカルフェイシスっていうのが重要だそうです。私もダタ書きなので、これは通常 SPT 層と訳されますが、まあ、日本語に無理やりなくしますと対称性非法異層的層、よくわかんない異層的異層、異層的異層でも何でもいいですけど、でさっぱりわかりませんのでもうちょっと頑張って説明しますと、あの物性屋さんのモチベーションは何か知りませんけど、なんか数学者には非常に分かりやすいモチベーションのものかと思います。何かっていうと、まず対称性を一つ指定します。一番簡単な群で Z2 とか指定しますよね。というと数学者は怒るんですけど、一番簡単な群は自明な群でいいですか。物理屋は一番簡単な群っていうと 一番簡単な非自明な、まあ、Z2 とかして、でさてそういう対称性があって、それでギャップのある K を完全に分類したらどうなりますか。ギャップのある K っていうのは、その物理的にはエキサイテーションを作るのに必要なエネルギーが有限で、だからものすごい軽い、ものすごいエネルギーの低い冷気がないとか、そういうやつですけど、分類しましょう。でどういうことを要求しますかっていうと、ここの広い空のは、その理論のハミルトニアンの空間だと思ってください。だから許される理論全体をなんかこうイメージしてもらって、その中に Z2 対称性がある理論もあれば Z2 対称性がない理論もあります。なんだけど今Z2 対称性を無視して変形すれば、その自明な理論にできると、変形できるというようなものを考えましょう。なんだけど、それはそいつらの間に次のような同値関係を、だから Z2 対称性を保ったまま変形できるならば、それは同じ場の理論だと思いましょう。しかし Z2 対称性を保ったままは変形できていない。だからここからここまで頑張ってハミルトニアン変形するんだけど、どうしても途中で Z2 対称性が破れてしまうと、そういう場合は異なる理論だと思いましょうというふうに分類する。そうするとこの図だと3種類 Z2 対称性のある理論がある。こういうふうにして考えられる全ての場の理論を分類しましょうという、そういう大それたことを物性理論屋さんはここ10年ぐらい始めているわけです。